頑張って、ありがとうございます。小顔、あ、つよぽんさんね、ありがとうございます。あ、皆さんサイダーありがとうございます。つよぽんさんもね、ありがとうございます。痩せた感じ、やつれたんじゃない、やつれたはあるんじゃない、もしかしたら。でも75点だからね、あんまり言っちゃダメだけど、やっぱいい、いい、惜しかった。これね、美味しくなくても食べれるんだよ。そういう人いない？あ、普通だなと思っても食べるでしょ。なかなかもう美味しいなと思わなくなる。思うよ。行きつけんとこだったら美味しいなと思う。もうね、あんまレギュラーが増えないんだよ。で、この今まで美味しかったラーメン、これね、好きな食べ物って結局ね、あの地元の食べ物なんだよ。みんなもそうでしょ。どっかに行った時の食べ物が好きとかなくて、なんか行き着くのは食べ馴染んだものが好きなんだよ。俺は名古屋の食べ物が好き。わかる？今自分が住んでるとこの近くの焼肉屋は結構うまい。そうなってこん、うん、で、くるちゃんキャスで、だから何なの、ツノガエルさんも。で、何俺に伝えて、何がしたいの、ツノガエルさん答えて、何なのそれ。だから何なの、伝えてどうしたいの。こういう人がタヌキでずっとやってるんでしょ、くる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 やってるんでしょね。え、病気なの、喧嘩腰やめ、うっせんだてめえたーけー、この野郎。いらない情報伝えるな、じゃあ。うちの幕はいらねえから、うん、昔の女の情報とかいらねえから。分かったか、やめろよ。ありがた迷惑なんだ。気持ち悪いから、病気、もう今日歩かない、もう気分悪い。イラつかせるから歩かない。ラーメン関係なくて、お腹いっぱいだからとかじゃなくて、もうやる気なくなった。でも明日も雨でしょ。歩かないと会えない。俺にはみんながいるじゃん。違うの、
口内炎が痛い。ジュースのね、タバコ吸ってる？それは真夏だしね、しょうがないんだね、多少は、うん、ニーニー？もう無理でしょ、イベントも、ああ、十ちょっとか。やっぱそれは100人もいない人に負けるんだからね。いける？ママとゆうちゃんを待ってたから。で、つらあっても意味ないんな。僕あれなんです。アンチばっかりなんでしょ。応援してる人1、アンチ2、答えてくれる人だけ、もぐもぐもぐらしてる人。1が多いな、やっぱ通常枠だと、みんな忙しいのか。じゃあ喋っとくわ。だだだ忙しいでしょ。お腹いっぱい、麺がお腹の中で、には答えない。凸していいですか、しげち。俺のこと好きな気持ちわかるんだけど、俺もう婚約相手いるんだ。やっぱ俺たちは出会っちゃいけない星の下に生まれてると思う。いや旦那いないよ、しげちは。しげちは旦那いないんだけど、ごめんね。次頑張ろう。もう彼女いてまた浮気とかなってもダメだし、やめとこ、ならない。いや悪質なユーザーが01が浮気してたよとかまた送る可能性があるんだよ。基本的にリアトツ NG にしよう。もう喧嘩したくないから。何してるんですか。休憩ですよ。もう歩いて疲れちゃって。足立区から名古屋まで歩いて今静岡県にいるんですけど、疲れちゃって。何旅ですかって、まず何してるんですかって、休憩してるって分かると思うし、何旅ですかってタイトル見たら徒歩旅って書いてあるから分かると思うから、ゆめちゃんね、ちょっと考えてみてほしい。ねえしげちいつ来るの。来ないの？
しげちゃん、いつ来るの？考えたくないので質問しますというコメントは考えてるはず。そのコメントを考えれるなら考えようね、ゆめちゃん。いいですか、しげち。ダメだよ、婚約者いるから。来たいのはわかるけど我慢して。俺婚約者いるから。やめとこ。分かった。婚約者ってマキちゃんですか、ともやさん。マキって呼ぶなよ。マキって呼んでいいの俺だけ。分かった、ともやさん。やめてくれるんだよ、ナイス。そういう関係じゃないよね。やめれる？やめてくれない？ちょっと仕事帰りでそこにいる。まずリア凸の重要、まずシャワーを浴びるね。で VO ラインをちゃんと剃ってから来てください、ね、エチケットなんで。仕事帰りにパンツからまんげがはみ出ながら来ないでほしい。失礼だよ、はっきり言って。あ、VIO ね。ちなみに洗濯機かけて乾燥機入れ忘れて、もうこれベタベタなんだよ。でももうすぐ乾くから。すぐ乾く。まやちゃんかわいいよ。俺のこと褒められるようにも嬉しい。ありがとうね、アズール。汗拭きシートいらない。ポシェットがいっぱい。これ以上持てない。わかるよね。もう荷物になるものはいらない、うん、もういらないです。間に合ってるの。みんなの愛は十分伝わってる。飲み物もいらない。何もいらないんだよ。俺が免許更新してる間になんとマユとゼロパパコラボです。マユとゼロパパコラボ配信します。で、マユに1万円渡して、1万円ぐらい渡してゼロパパとデート配信。名古屋の大須行ってもいいし、焼肉デートでもいいし、それ予定してるんで。なんか面白いの、それ。アメスピさんに別に面白くなくてもいいよ。見たい人が見ればいいし。わかる？なんで今俺の配信見てる？見なくていいよ。前みたいなうんちは、アンチはうんち、黙って見とけ。わかった。で、今までこれあんま余分な話だけど、俺色絶対紹介するんだけど、今まで紹介した中で一番のお気に入り
が、まあ、元嫁だったけど、親父は言うようにね、まあ、すごいいい子いい子とは言ってた、うん、で一番俺のお父さんの評判が悪かったのはエルマルちゃん、うん、エルマルちゃんに関してはなんか男を見下してるような感じがする。だからつまりマユは嫌われると思う、うん、見下してるからタイプ的にエルマル以上の見下し方だから、これはねうちの親父が好きなタイプじゃない、思うよ。見下し系は。ね、マユは敬語を使ったことないらしいから。古い人にはね、確かに。楽しませ方、あ、ちゃんとするのかな、そこは、うん、大丈夫？うちの味って怒んないけど、めったに大丈夫かな。ゴール予定は明日から3日、今日金曜日でしょ、土日月曜日ゴールだね、予定では。死ぬ気で歩く。今日水曜日、いや木金土日、日曜日ゴールしようか、日曜日ゴールです、うん、ゴール地点は俺優しくて眉が来やすい名古屋駅にした。一番いいのは